牧田久氏は、日本の政治家。徳島県美馬市長。徳島県美馬市出身。島根県立島根農科大学卒業。1965年に、徳島県庁に入り、その後、徳島県議会事務局長、県企画調整部長、企業局長、鳴門市助役などを経て、2005年に合併で誕生した、美馬市の初代市長に当選。旧脇町長。 佐藤清を破って初当選した。2014年5月、全国管理水道協議会会長に就任。2016年4月1日、2006年6月から2014年6月までの8年間に、公務の出張旅費を二重受給していたとして、市に約268万円を返還した。この問題で、市民オンブズマンと、福島は4月26日、 マキタを詐欺容疑で徳島県警に告発した。2016年5月5日、美馬市の国道438号の山東トンネルを自身が運転する乗用車で走行中、対向車と衝突する交通事故を起こし、重傷を負った。同事故ではマキタの妻も負傷し、また対向車の軽乗用車からは二人の死者と二人の負傷者が出た。同年5月10日、 自らが運転していた乗用車で起こした交通事故の責任を取る形で市長を辞職することを表明し、三間市議会議長宛てに退職申し出書を提出16日に市議会で辞職が認められた。2016年5月25日早朝5月5日の国道438号の三島トンネルの交通事故で対向車に乗っていた重傷の77歳の 男性が入院中の香川県全通寺市内の病院で死亡した。同事故による死者は3人となった。同年9月1日、自動車運転処罰法違反の疑いで、徳島県警美馬警察署に書類送検された。同年12月22日、同罪で起訴された。2017年5月24日に、徳島地裁は、金庫4年6月の実刑判決を言い渡した。 ありがとうございます。